戦国武将紀行、こちらはですね結構山奥入っていきました。飛びガスの戦い、飛びガス山陣地とも言いますし、砦ってよく名前が出てきましたね。飛びガス砦、ここでですね、多くの方が亡くなっていると、実はここが、その主戦場の一つにはなっているんですよね。長篠の戦いというとその野戦というかその騎馬隊の合戦のイメージがありますけど、この山の砦のですね、この陣地を守っていた、武田、信真、川久保信真ですね、他、一線を要して守っていたと、ここを酒井忠次隊がですね別動隊で、本隊とは別にですね、とは言ってもかなり鉄砲も持っていましたし、先鋭部隊ですよね。その武田っていうとなんか騎馬隊をイメージする方も多いと思うんですが、こういった野戦も結構多かったんですよね。特にこの砦を死守するってことですね、数千の兵で、結果負けたんですけども、酒井忠次4000と言われてますよね。その人ですね、まだお祭りではないんですけど、合戦のぼり祭り、5月とか7月とか、この周辺では大規模なお祭りが開催されてますので、そういったお祭りに来るのもいいと思います。長篠合戦のぼり祭りはねかなり有名な感じですね。飛びガス、山武田兵庫の神陣地、兵庫の神っていうのは武田信猿ですね。ここに書いてありますね。こんな感じですよね。長篠城を包囲していた、その救援隊みたいな形でこちらに酒井忠次隊が到着したんですけども、本隊とは別にですね、引いてきたんですけども、やっぱり鉄砲をかなり持っていったと。ですから平野で別に馬防柵がなくてもですね、狙い撃ちできるということで、かなりの数の鉄砲を持ち込んでいたんですね。本体の方はですね3000とも4000とも言ってますけども、こっちは500丁って書いてありますよね。500丁って言ってもすごい数ですよね。こんな山で打ち込まれたらかなりかなわないと。で、ここ、主戦場の一つと言いましたけど、砦、5つの砦を築いてですね、この中山とか書いてありますけど、それの、主たる、陣地になっていたと。あと乳母ヶ懐ってちょっと低い山になってますけど、隣の尾根のところですよね。そこに三枝の影湯の兄弟がいたと。首相はあくまでこの武田信真、川久保信真なんですけども、であと中山には、縄氏ですよね、幸助、五味宗兵衛、久間山にはまた波合い、等ですね、波合いっていうのは信濃の武将ですけどね、20日の夜に忠次部隊が、打ちかけたと。背後に回られたようなんで、不意打ちといえば不意打ちですよね。奇襲されたと。しかも夜間のことだったようですから、昼間なんですかね、夜間のような気がしますけど、ちょっと大河ドラマのミスにで、そういうシーンが、かなり残ってるんで、ここで、結局、戦死したのがですね、首相以下、ほとんどの兵がここで、亡くなるか、逃げて逃亡しているかと、もうほとんど壊滅状態ですよね。そういうことでちょっと、こちらに検証の人ですね、お墓ということで、これ天正の杉ですよね。さすがに枯れちゃって300年以上経ってると、天正の杉っていうのがあります。長篠合戦の、知られざる砦山城の戦い、飛びガス砦の戦いの日でした。